こんにちは。どうもどうもどうも、じゅんじです。いつもご視聴いただきありがとうございます。今日はね、まだバイクさ乗って手話に来てました。この信号、ファミリーマートさんのところをね、左に曲がって手話インターの方にね、向かっていきます。あ、この右側のね、高野橋さんってうどん屋さんもね、絶品ですよ。おいしいおいしい。今日はね、この先を右に曲がったとこにね、おいしいお蕎麦屋さんがあるつうからね、あ、ここがな。この郵便局を右折して、あ、見えてきたよ。正面にね、見えるのがご飯さんってお蕎麦屋さん。お蕎麦のね、あと中華そばなんかもやってるっけね。はい、この右側ね、右左見れ、ここさ止めるかな。今日もね、相棒はダイグちゃん。いや、腹が減ったが行ってみっか。それでは、アイドカン。さてと、お、ミニ丼とそばのセットメニューだと。だいたい1000円ぐらいだね。こっちは冷たいおそばとあったかいそば。あ、やっぱり中華そばもやってるね。鍋焼きうどんなんかもありますね。なんだ、焼きチーズカレーうどん、気になるな。でもね、今日はこれ、天ぷら盛りそばね。せっかくだからこの大盛り行ってみるかな。すいません、天ぷら盛りそば大盛りで。はい、大丈夫ですよ、大盛りで。はーい、はい、と来ましたよ。あら、あららら、これわかるかな、映像で。やらかしちゃったみたい。すんごい量だよこれ。そばも天ぷらもてんこ盛り。ほら、たら気合入れてね、やっつけてみっか。いや、これね、本当に伝わってねえべな。すっげえ山だよ。ああ、いや、やだらど長えそばだこれ。縁起がいいずことか知らんけど。だら、いただきます。うんめ、これうまいわ。二八の稲葉そばだべがね、ちゃんと角が立ってね。これゆであんべもいいよ。もちもち食感もいいね、うめでや。はい、ということでね、行ってきました、ご飯さん。いやー、美味しいお蕎麦でしたよ。うん、あとね、天ぷらも揚げたてでね、てんこ盛りでうまかった。天ぷらはね、大葉だり、エビが2尾、ナス、しいたけ、あだなんだりかんだり。苦しすぎて覚えてね、何食ったか。この動画を見てるね、皆さんにいいことを教えんから、ご飯さんに言ったらね、大盛りは頼まねえ方がいい。いや、最近でこそね、食わないようにしてんだけど、胃袋のポテンシャルにはね、自信があったんだけどね、あのラーメンとカツ丼のフルサイズをね、食べた時より苦しくなったね。でもね、美味しいから最後までね、飽きずに食えてきたよ。そばつゆもね、そんなに甘い感じじゃなくて、すっきりした感じかな。だからね、最後まで飽きずに、あとね、なみなみと持ってきてきだったからね。あ
どに話は変わっとも、おととしの12月だったかな、大船渡のね大衆食堂丸福さんで、おもうま知らんけどってねサムネつけて出しだったとも、そこがねおもうまい店に出たとかってね、いきなりねなんか再生数がガーンと上がったからね、ありゃあれだね、若いディレクターがね俺みてえな底辺のチャンネル見て「おもうま」ってサムネつけてっからね、おっと思ってね言ったんでねえかなと思ってね、俺は思ってました。私はねごあんさんはね紛れもなくおもうまい店だと思います。そばで言ったらね、こんねえでばごあんさんと、あとどんどん亭さんと、あとどこかな、腹ペコさんも入っかな。リーズナブルでね腹いっぱい大好きなおそばが食えるお店ってね、ここのごあんさんはね結構年配のお母さんがね貸し切りしてやってんだとかね、中にね旦那さんでもいるんでねえかなと思って見てたけどね、どうも一人す母さん一人しか見えねえんだよね。まさかホールも厨房も一人でねやってるわけではねえべえな。もしそうだとしたらねスーパーウーマンだよまあまだあの思うまい店のねスタッフの目に留まると迷惑かけっからね、今回はサムネにやそんなことはかがねえ、いやーそれにしても食っても食っても腹いっぺえになったの見でねえ店っから、まだ相当食ったよこれ、こんたにゃんがこれまだこれでやね、このボリュームと値段と味ではね覚えた人は頼んだは、俺もはリピ確定だよ。ということでね、今回は紫波町にあるお食事どころごあんさん、美味しいおそば紹介しましたよ。ありがとね、ごちそうさま。古いアルバムめくり、ありがとうってつぶやいた。てかほんだらね、バイバイ。